相鉄バス浜19系統は新桜丘団地から市沢町を経由して和田町駅に至る路線です。同じ和田町駅から出発する浜16系統の兄弟系統ですが、こちらの方が本数が多くなっていて深夜バスも設定されています。かつては和田町駅を発着する相鉄バスの路線としては市沢町への路線と日本カーリットへの路線が設定されていましたが、これらはすでに廃止となっています。この動画は浜19系統の全面展望です。バスは新桜ヶ丘団地を出発すると横浜市道17号環状2号線と交差し、一旦その西側に出て市沢団地入り口市沢町を経由、再び市道環状2号線と交差して市沢下町浄水場前坂本町を経由して終点の和田町駅に至ります。
Thank you.
事故防止のため、やむを得ず急ブレーキをかけることがありますので、お立ちのお客様は、車から別に必ずお伝わりください。次は、アパート前。アパート前でございます。次、止まります。お降りのお客様は、まずは停留所について、扉が開いてから席をお立ちください。次は坂本町、坂本町でございます。保土ヶ谷警察署からお願いです。現在、神奈川県内では交通死亡事故が多発しています。歩行者の皆さん、道路を横断する際は、少し遠回りでも横断歩道で横断してください。次、止まります。お降りのお客様は、バスの停留所について扉が開いてから席をお立ちください。
車庫の前に出ます。全体を回らせて終わったようなものが対応線を終わってありがとうございます。